はい、こんにちは。今日はいつもの心理学の話をしていきます。どちらかというと脳科学に近い話なんですけどね。にしても昨日は本当に皆さん、まず申し訳ございませんでした。もう後半の方ね、お前がどの口でそんな偉そうなことを語るんだっていうくらい偉そうな動画上げてましたね。あれはもう本当になんか多分多くの人がよしやろうとか行こうとか頑張ろうと思う気持ちよりも、お前が言うなってい こう反感の気持ちを見そうな気がして、僕が例えばもっと成功者で有名人で知名度もあって影響力もあってっていう人だったら、ブルーホースが言うんだったら頑張ろうっていう気はするかと思うんですけど、知名度もないし成功してもないし影響力もないお前が言うなっていう感じなんですよね。それでも本当にコアなファンが影響受けていただけたら、それだけで僕は満足なのでご容赦ください。本当に申し訳ありませんでした。はい、ということで今日は、旅に出ると行きよりも帰り道の方が時間が短く感じるのはなぜっていう話から、ルーティーンに持っていこうっていうことにつなげて話をしていきます。まあ、皆さん旅行に出かけてね、昨日まで旅行の話をするんでタイムリーでたまたまネタ帳引っ張ってきたら この話かと思ったんですけどね。皆さん旅行に出かけた時に、まあ、新幹線に乗るなり車で行くなり、まあ、飛行機で行くなりで行きの時間はものすごく長く感じたりするじゃないですか。特に自分が運転してるとかねとかだったら余計に感じるかもしれません。ところが帰りの道は、例えば行き2時間帰り2時間でも帰りの2時間の方が短いなって思う経験ってないですかね。僕なんか結構しょっちゅうあるんですよね。特に旅行に行くあのことが多いのタイプですんで、まあ、よりそれを感じることがあります。同じ距離走ってる、同じ時間を走ってるはずなのに帰りの方が早い、これは何なんだろうなっていうのを東大が調べてくれたという実験がありましたので、それを今日はご紹介していきます。シンプルに20分間人が歩いているところの動画を見てもらったんですよね。そしたら帰り道を歩いている動画を見る方が、あの動画の時間自体は変わらないのに、早く感じたっていうような結果が出たんですね。でそのことから3つの理由があるんじゃないかっていうのを推測を立てていきます。1つ目は帰り道の方が馴染み深いから、要は経験してるからってことなんですよね。旅に出かけた時っていうのは知らない風景ばっかりが最初見えるんですけど、帰り道っていうのは反対から見てるけど一回見た景色ばかりが並んでるんで、まあ、その分だけ時間が短く感じるという説なんですよね。でそれから2つ目、行きの方が時間に意識を集中するからっていうことなんですね。だから往路なんかは早く着かないかなとか、どう行ったらいいんだろうなっていうことにこう意識が集中していくので、まあ、その分時間の進み方っていうのが遅くなると、皆さんも経験ありません？つまらない学校の授業とかつまらない仕事をやってる時にチラッて見て、わっまだ修行してから5分しか経ってない、何分だったろう、えまだ2分しか経ってない、えまだ30秒とかっていう経験あると思うんですよ。あれと一緒なんですよね。ブーって進んでたなと思ってカーナビを見てみたら、さっき見た時よりも2キロしか進んだね、えマジでって、で曲1曲聴いたからもう多分進んでるだろうと思ったら曲1曲分3キロしか進んでないとか、えマジでみたいな、そういう感じなんですよね。ところが帰り道っていうのは楽しみも終わりましたし、あの見たことのある道だからもう時間に意識を向けることもなくって、ブーって気づいたら、あもうあと5分で家かみたいな感じになってるという、そんなイメージだと思います。それから3つ目に時間の予想が甘いんですよね。行ったことのない場所っていうことだから、例えば、まあ、1時間とかで着くだろうと思ってたら案外それ以上の時間がかかるみたいなケースがあったりするんですね。で実際は1時間半の距離でした、で帰りは1時間半っていう時間がかかったことが分かってるから、その通りに動いたら本当に1時間半だったなっていうので感覚的に時間が短く感じるという、まあ、この3つがあるんですね。まあ、いずれも説得力もあると思いますし、皆さんもなんとなく、あ言われてみればそうだなっていう感じはすると思うんですよ。まあ、ところが今回の実験で錯覚、脳の錯覚ではないかっていうことを京大の方で仮説は立てたんですけれども、まあ、残念ながらあの明確な答えとして今の3つがあの脳の何とつながってて何がしあの信号を出しているのかっていうところまでは今回は見つけることができませんでしたということでしたんで、まあ、おそらくこの3つが原因だろうというところではあるんですけれども、あの皆さんはあのどんな風に感じますかねということなんですよ。でこのことから何が言えるかっていうと、皆さんが例えば新しい目標を立てましたとか新しいことを始めたいって思った時に、最初のスタートってなかなか力がいることだと思うんですよね。筋トレを始めますとか禁煙を始めますとか、ダイエットのために食事制限を始めますみたいなことをやろうとすると、最初のその1日目とかあるいは1回目っていうのが一番辛いですし一番ハードルが高いと思うんですよ。ところが1回
い経験してしまったら、あ、こんなに簡単なことなんだっていうことが気づけるんですよね。だからその1回目をどれだけ素早くスタートができるかっていうことなんですよ。例えば僕最近大手キャリアから格安 SIM に変えたんですよね。で、格安 SIM に変えるのに、あ、こんなに手続きが簡単なんだと。で、こんな手続き簡単なのに、初期費用を除けばランニングコストが月で4000円とか5000円も変わる。なんでもっと早くやっとかなかったんだと。これが出たタイミングでやってさえいれば、もう多分3、4年前とかなんで、例えば4年だったとしたら月5000円ですね。で、12ヶ月ですね。6万円かける4年なんで、24万円が浮いてたんだなっていう、ものすごいこうもったいない話をしてしまったんですよね。まあ、これは帰り道が早く感じるとかそういうのじゃないですけど、もし同じように何か今自分のランニングコストでかかっているものがあって、それを下げようと思ったら、今度格安 SIM に変えるくらい楽に手を出せるなっていう感覚がしたんですね。そういうことなんですよ。だから一回経験さえしてしまえれば、あ、こんな楽なものなんだと、こうすればできるんだっていうことが身をもって感覚的に身につけることができますんで、皆さんがあれやりたいな、これやりたいなって思っていることとか、これを身につけたいな、これを習慣化したいなって思っていることがあれば、まずは一回試してみてください。一回試してみて、で、あ、こんなもんなんだって思えるものを続ければいいと。ところが一方で、うわ、こんなきついのかとか、こんな手間かかるのかって思うものがあったとしたら、それはもうやめてしまえばいいっていうだけの話なんで、まずはその行き、つまりやり始めをどれだけやるかどうかなんですよ。なるほど。行き、つまりスタートをどれだけのタイミングで素早く取り掛かることができるかっていうことがキーポイントです。で、あとは帰り、つまり繰り返すことっていうのは存外ものすごく楽な話ですよっていうことなので、皆さんがやりたいなと思っていることとか、試したいなと思っていることがあれば、それはもうぜひまず一発目やってみてくださいということが伝えたかった動画になります。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。